まあ、あの日朝国交正常化のためには、まあ、拉致問題と並ん で核の問題、それからミサイルの問題の解決が不可欠です。そのような立場に立って、日本の立場をきちっと向こうに伝えてですね、解決を目指して交渉していきたいと思います。동북아시아 평화 안전 보장 문제에 토의했습니다. 우리가 우려하는 문제들 전달했습니다. 의뢰가 이루어졌다고 생각합니다. 감사합니다. こちらの方からですね、6者協議に早く復帰することが重要ということを強く求めまして、先方も6者協議の重要性は認めましたけれども、まあ、直ちにですね、復帰するというようなことを言ってたわけではございません。どうもありがとうございます。